こんにちは、武田学校講師の武田恒康です。それでは授業を始めます。まあ、最初はね、日本軍の快進撃でガンガン行ってたんですけども、このミッドウェーの海戦で、まあ、航空戦力がアメリカと日本で逆転してしまったということ、そして早くも17年8月からガダルカナル島の上陸作戦を米軍が始めましたので、ここから米軍の巻き返しがですね、反攻が進んでいきます。まあ、広い、ね、日本の統治範囲、勢力範囲、どこから突き崩していくかっていろいろな可能性があったんでしょうけども、まあ、オーストラリアに近い方ですね、このパプアニューギニアの東の方にあるガダルカナルからですね、反攻が始まりました。で、北は北でアッツ島もですね、日本軍玉砕してますけども、まあ、それ以外にいろんなところの戦闘はあるんですけども、そこを細かくやっていくとものすごい時間が長くなってしまうので、もうここでちょっと最終段階に飛んでいこうと思います。やっぱり終戦に向けるっていうの大きな流れというとですね、やっぱなんといってもここですね、サイパン島が陥落したこと、これは大きかったですね。平成の時代にね、平成の天皇陛下が、サイパン島、まあ、両陛下揃ってですね、サイパン島にですね、慰霊の旅をなさいました。バンザイクリフとね、俗称を呼ばれてますけども、多くの民間人がバンザイって言いながら飛び込んで死んだと、地の海が広がったとかなんとか言われてますけども、まあ、そこにですね、両陛下いらっしゃってですね、まあ、晴天の綺麗な日でしたけどもね、黙礼をお捧げになるお二人の後ろ姿というのはですね、非常に印象的でしたよね。サイパンというのは、まあ、ここをですね、まあ、グアムのすぐ近くにサイパンがあります。グアム、サイパン、はい。でここ、まあ、サイパン島はですね、日本軍が3万人命を落としています。そして民間人1万人命を落としているんですね。で、グアムもこれ激戦地になりました。まあ、今はね、グアムもサイパンも日本人がね、よくね、旅行に行くところですよ。まあ、沖縄はここですけども、ちょっと足を伸ばすとグアム、サイパン。私もですね、小学生の時に初めて外国に行ったのがこのグアムでしたからね、まさか当時は小学校で小学生低学年ですからね、その場所がね、日米の激戦地だなんていうそのこともあまりよく分からずにですね、なんか戦争の跡があるんだみたいに、なんか今は売ってるかどうか知りませんけど、日本軍のなんかいろんな、なんかなんていうのかな、弾とか手榴弾のなんかかけらみたいのとか水筒とか普通に売ってましたよ。それは日本兵の死体から剥ぎ取ったやつなんでしょうかね。なんか一個くらい買った気がするけど、どこ行ったかな。今そんなもん売ってることか知りませんですけども、もうだいぶ前です。私が小学生の時ですからね、はい。でこのサイパン島が陥落したというのは大変大きな意味があったんですね。どういう意味かというとこれです、はい、今日のテーマですけども、絶対国防圏、はい、絶対国防圏が破られたのがここなんです、サイパンなんですね。要するにこのね、ほら、ガダルカナルとかいろんな、ね、周辺がどんどんこう米軍によって制圧されていきます。でフィリピンの戦いもですね、レイテ沖とかもね、まあ、レイテ沖で初めて特攻作戦が行われたんですけども、フィリピンだけでね、はい、フィリピンだけでも犠牲者多いですよね。まあ、それ以外にいろんな各地でですね、戦闘があって、どんどん日本軍は交代、まさに転身転身をですね、繰り返していくことになるんですけども、その中でも最終的にここだけは守んなきゃいけないよねっていうラインがあるんですね。で絶対国防圏、まあ、これ日本の統帥部と、まあ、政府が絶対国防圏ということをですね、設定するんですけど、実際には絶対国防圏もっと広かったんですけども、その中でも、もうここ落ちたら日本終わるよねっていう場所があるんですよ。それがもう絶対国防圏の中の絶対国防圏と、言ってもいいような場所があるんですね。ここ落ちたら日本終わるよねという、それがここなんです。グアム、サイパン、要するにこの辺マリアナ諸島って言うんですよね。このマリアナ諸島落ちたら日本終わり。はい。これどういうことかというと、B29 の射程に入るんです。ここね、赤く書きましたけども、この大体大雑把に言うとここら辺ですね。まあ、北海道までは行けないんだけども、まあ、本州、ちょっと東北の北部はですね、だから正確に書くと、
ここはこのぐらいかな。東北の北部はちょっと入んないんだけども、日本列島の全域がですね、もう、サイパンから B29 を飛ばせばここ全部射程距離に入るんですね。その外は遠すぎて爆撃不能なんです。はい。で、グアム、サイパン取れば日本中ほとんど空爆できるという、ここがですね、落ちたということなんです。ということはサイパンが落ちた、グアムが落ちたということは、すなわち間もなく日本中空襲されますよという話なんです。で、逆に言えばサイパン、グアムが落ちなければ米軍は本土空襲不可能なんです。はい。朝鮮半島日本でしょ、満州日本の、ね、友好国でしょ。で、中国方面はこの東岸とか日本が抑えてますよね。これね、米軍の飛行機は重慶、この辺から飛ばせるんですよ。で、もうギリギリ、もう九州ね、福岡を一度空爆したことがあるんですけども、重慶から飛び立ってね、福岡を空爆したことがあるんだけども、もう着いたら5分で帰んなきゃダメっていうレベルで、ほとんどまともな空爆もできなかったんですね。だから米軍が本当に日本を空爆しようとしたら、もうサイパンを落として初めて爆弾を届けられるんです。その程度なんですよ。だから日本がね、機動部隊を組んでね、350機の飛行機を一斉に上げてですね、第1波と2波に分かれてましたけども、そして猛烈な火薬を投下して真珠湾という真珠湾基地をですね、叩きましたよね。それができたってすごいんですよ。昭和20年、これ、まあ、昭和19年の6月ですよね。昭和19で実際に、東京大空襲は20年の3月ですけども、まあもうこの、19年の後半ぐらいからですね、ちょぼちょぼ空襲は起きているわけなんですね。でも、まあ、硫黄島が落ちてからさらに本格的な空襲が、硫黄島ってちょっと大きめに書きました。実際はこんな大きな島じゃないですけど、硫黄島ここなんですけども、まあ、要するにグアム、サイパンを抑えて、硫黄島を抑えたら、もうアメリカはですね、日本の制空権を抑えたようなもんなんですね。そこでもって初めて空爆ができるわけですよ。あんなね、世界最大の経済大国で最大の軍事大国であるアメリカですら、周辺をの島を抑えない限り、日本に爆弾一つ落とせなかったということですよね。それに引き換え日本はやったわけです。何千キロも離れたところに、だから複数の航空母艦を同時運用するというのは世界中で日本軍しかできなかったわけで、これはとてつもないことなんですよ。日本はできました。でもアメリカはできなかった、ね、でようやくここへ来てグアム、サイパンを落としてようやく爆弾を落とせたということは、これね、これ東京大空襲をした飛行機なんかもこのマリアナ諸島から飛び立ってるんですね、長距離爆撃機 B29 ですけども、それから広島長崎に原爆を落としたのもこのテニアン島っていって、このサイパンのすぐ脇にある小さい島から飛び立ってるんですよね。ということは、もしねグアム、サイパン、まあ、このマリアナ諸島を日本軍が死守できたら、東京大空襲はありません。広島長崎に原爆を落とすこともできませんでした、はい、日本中焼かれるということはなかったんです。だってできないんだから、複数の航空母艦の運用できないんだから彼ら、はい、だから日本列島って守られてますよね、この場所がね。これだけね、戦闘技術が進んだこの時代の戦争ですら、米軍はそう簡単に日本列島を攻撃することができなかったわけですね。だからこれはまあ、終戦の直後にまあ、石原莞爾が言ってますよ。あの戦争の天才と言われた石原莞爾がね、東条英機はバカだと。なんでグアム、サイパンをね、もっと守んなかったんだと。それこそね、もうあらゆる兵力を投入して、もう難攻不落の、もう めちゃくちゃすごい要塞化してね、何をやっても落ちないぐらいにしとけばよかったんだと。グアム、サイパン、マリアナ諸島を守りきれば、この戦争負けなかったというふうに石原莞爾は言い切ってます。まあ、仮に勝たなくても負けなかったって言うんですね。米軍もね、日本中焼けなかった、空爆できなかったら、これポツダム宣言とかなんとかって言ったって、そんなそれこそもうちょっと対等なね、じゃあここで停戦してこういうふうにしましょうみたいな、あ、じゃあ別にもう、じゃあね、フィリピンはアメリカでどうぞと、その代わりハワイだけはもらっとくわみたいなまあそんなようなですね、対等な会話ができたはずなんですよね。やっぱりね、悔しいです。だってこれで100万人死んだんですからね。民間人100万人死んだんですよ。これはマリアナ諸島が落ちたからですよ。こ
これも絶対国防圏の中の絶対国防圏、ここが落ちたら日本は終わりというサイン、というラインでした。ちなみにですね、長距離爆撃機というのは、でっかいやつ、B-29 ってでっかいやつですね。あれは、陸上の基地からでなければ離陸できません。大きい飛行機だから滑走距離が長いんですよ。だから、航空母艦からは離陸できないんです。はい。航空母艦から離陸できるのは ちっちゃな飛行機。爆弾も積めません、そんな大して。ね、たくさん爆弾を積めるね、大型の B-29 は陸上の基地じゃないと離陸できないんです。だから、航空母艦ちょろっと来て、この辺から B-29 を離陸させようって言ったってできませんよ。陸上が必要なんです。一番近いのはここです。ほら、台湾もこれ日本ですからね。沖縄も日本でしょ。こっちの方島ないし、こっちの陸地はほとんど日本が抑えてますから、ようやく抑える拠点がここなんですね。そしたらもともと米軍が持ってる長距離爆撃機の射程範囲に入りましたというだけの話なんですね。だからアメリカ側からしたら日本を空襲するのってすっごく大変なんですよ。複数の航空母艦の運用もできない、B-29 を離陸させる場所がない、クソーって感じです。アメリカはやられました。爆弾食らいましたけど、アメリカ側は日本を空爆できなかったんだから。だから逆算してほしかったですよね。この時政府が決めた絶対、政府と軍が決めた絶対国防圏って結構広いんですよ。マレー半島とか、その辺も入ってるんですよね。マレー半島なんかもうとっとと手放してさ、もうとにかくね、もう台湾、沖縄、グアム、サイパンぐらいでいいじゃない。ええ。まあだから一気に戦線縮小して、あちこちに散らばっていた、もうビルマとかね、こっちの方もいっぱいスマトラとかいたわけだから、日本軍が。もう一気に、ブワッとこのグアム、サイパンに集中してですね、もう絶対落ちないというね。はい。まあそういうふうにしておけばですね、全然違う終戦になったんじゃないかなと思うわけなんです。だからそれを石原莞爾が登場はバカだってわけですね。全部守ろうとして全部失ってるわけですよ。パパパパーっとね、撤収してシュキュッキュッと縮まって、もうここだけってやれば、だから全兵力を結集したら、そらそう簡単に落ちませんわ。はい。そうですよね。まあそんな風にしてですね、守れればよかったんですけども、失ってしまいました。はい。で、まあ、サイパン島で、まあ、3万人死んでますよね。グアムもね、またたくさん死んでますけども。で、サイパン、グアムが陥落し、まあ、サイパンが陥落したことによって、東条政権というのは、いよいよダメになっていくんですね。ここでちょっとですね、はい。この次、昭和20年3月に硫黄島が陥落します。でこれ2万人亡くなりますけども、硫黄島ここですね、この硫黄島というのはこれも重要な意味があったんですよ。まあ、確かにグアムサイパンを取ればですね、まあ、日本中空爆できますよ。でも B-29 とて怯えながら空爆してるわけですよね。だって近づいたら日本列島にはいっぱい航空基地あるわけだから、そりゃ戦闘機飛んできてね、攻撃受けちゃいますよ。あと各地に高射砲がありますから、ダンダンダンと下から撃たれたらですね、 B-29 だって食らってしまいますよね。だからいくらグアムサイパンを取ったからといって行きがってどんどん飛ばしてたら、どんどん墜落撃墜されてしまいます。はい。じゃあアメリカも護衛機飛ばせりゃいいじゃんっていう話なんですけども、いや長距離爆撃機 B-29 はこれだけ飛べるんですけども、戦闘機はこんな飛べないんですよ。だから本来 B-29 を護衛する戦闘機は飛べないから、一緒に護衛できない。一緒に飛び立ってもここら辺で燃料尽きて帰ってくるしかないんですね。だから一番守りたいところは B-29 は丸腰、要するに護衛なしで飛ぶしかないですよ。これ怖いですよね。戦闘機来たってあんな大きい飛行機なんて小回り効きませんからね。で、高射砲バンバンやられたって困っちゃいますよね。で次がどういう状況かというと、ここなんですよ、硫黄島ですね。日本の本土とグアム、サイパン、マリアナ諸島のちょうど間ぐらいに位置しているのが硫黄島なんですよ。はい。でここに日本はね、この硫黄島を守るということを死守しようとしていたわけで、だから2万3000人ぐらいここにですね投入してるんですけども、米軍はここを取りにかかります。
ここは欲しかったんです。なぜ欲しかったというと、ここを抑えて航空基地整備すれば5駅飛ばせるんですよ。だから B29 はここから来ますよね。でここら辺差し掛かったら5駅を上げて B29 をいっぱいの5駅が護衛しながら飛んでいって、5駅に護衛されながら爆撃できるわけですよ。だから本格的な空爆というのは硫黄島を落としてからです。だからほら、硫黄島は昭和20年3月にね、硫黄島陥落、そして3月10日に東京大空襲でしょ、はい、こんな風にしてですね、その後日本各地の空襲がありますけど、硫黄島を落として、で突貫工事でバーッと滑走路を作って、そこでこっから護衛機を飛ばしたんですよね。そうすると B29 は護衛機付きで来ますから、はい、空爆に専念できます。あと周りの戦闘機蹴散らすのはアメリカの戦闘機がやりますからね、はい、ですから、まあ、グアム、サイパンが落ちることプラス硫黄島が落ちたことによって日本の制空権は完全に失われたということになります。ですからあの B29 は我が物顔でね、自由気ままに思った通りに、空爆できるということになったわけなんです。はい、でやっぱりですね、いくら日本人が精神的に強いって言ったって、100万人民間人が死んでいくっていうのは、これはですね、やっぱ耐え難いものがありますよ、戦争ですから軍人はそれは死ぬかもしれません。でもその軍人って言ったって鼻からの軍人ばかりじゃないんですね、赤髪で、はい、あんた今日から兵隊ねって言ってね、強制的に徴収していった、いわゆる民間人を急に軍服着せて、はい今日から軍人って言ってるような感じですからね、だからその軍人ですらね、200万人死んで、さらに、徴収もされてない、だから女性とかね、子供とかね、そんなのもどんどん焼き殺されていったわけですからね。だからやっぱそういくらね、日本人団結してて、その朝日新聞が言うようにひじきの漬物だけでいけるとか言ってたって、そう簡単なわけにいかないわけですよね。やっぱね、この日本中焼かれたというのは大きかったと思うんですよね。はい、まあそんなわけで、この絶対国防権を明け渡してしまったということです。その結果ですね、だいたい空襲された都市の数がだいたい400です。はい、で消滅に近い、もうほとんど町がなくなってしまったというレベルの空襲は、あの66都市が消滅ですよ、はい、で、被災したのは400ですからね。大都会だけではありません。田舎の、ね、地方都市、中小の地方都市もですね、片っ端から空爆を受けたわけなんです。まあ、本来であれば、戦争といってもルールがありますから、軍事施設は攻撃していいですよ。ところが、ね、民間人が居住している地区とかを空爆するというのは、これは国際法上許されません。アメリカはもう一切関係ないですよね。あ、おかしいですね。アメリカってほら、ヨーロッパでね、その空爆とかするときに、いやそれ民間人死ぬかもしれないからダメだよとか言いながら、結構うるさくね、あの連合国の中でもアメリカが一番倫理観があって、そういう戦闘方法とか空襲はダメだって言って、ヨーロッパ戦線では相当アメリカがあの抑制的に戦闘を組んでたんですね。一番国際法を守れって口を酸っぱく言っていたアメリカが、日本をやるときはお構いなしですよ。やっぱ差別主義なんですかね。同じ白人同士ではやっぱりルールあるから、民間人殺しちゃダメだよねってなったんですかね。日本だったらもう何、もう白人から見たら牛や馬と一緒、そう思ったとしか思えない。だってアメリカがヨーロッパで振る舞ったその振る舞いと、日本での振る舞いと同じ米軍とは思えないんですよ。でもう町とか関係なしに、それこそ東京なんて全部焼きましたからね。だいたい東京に軍事工場なんかないですからね。もう片っ端から町中焼いたんですから。はい、これ東京大空襲、300機の B29 ですよ。27万個焼けて10万人が死んでます。はい、首都東京で10万人死んでるんですよ。よくぞまあそんな民間人の住んでるところを焼けますね。いやよくほら沖縄がね、唯一のとかなんとか言いました。確かに陸上戦という意味では沖縄は唯一の陸上戦ですよ。9万人亡くなりましたね、沖縄ね。はい、沖縄戦で10万人ね、民間人、まあ大体9万人だな、10万人弱です。東京大空襲の方が多いですからね。
はい、沖縄戦で9万唯一の陸上戦だ、まあ、確かに陸上戦は、本土唯一でしょうよ。でも東京大空襲10万人死んでますからね。沖縄の戦死者よりも東京大空襲の戦死者の方が民間人が多く亡くなってるんですよ。で一番ね、民間人が多く亡くなったのはどこかというと広島ですよ、約20万人、はい、で2番目で東京で約10万人、3番目が沖縄です、9万7000人ぐらいですね、はい、で4番目が長崎、まあ、大体10、あ、もしかして沖縄超えるかな、7、8万人ぐらいですね、大体広島が20数万人ぐらいですから、だから長崎と広島合わせて約30万人。ちょっとまあ どこまで含めるかって難しい、原爆症をどこまで入れるかによって難しいですけど、日本側は大体30万人という数字を出してますよね。はい、だからなんか沖縄だけが悲劇とか言いますけど、いや沖縄は悲劇でしたけども、沖縄だけではないです。もっと多くの民間人が死んだ町もあるわけです。広島東京がそうですからね。沖縄も悲劇です。でも広島も悲劇でした。東京だって悲劇でした。10万人ですからね、ヨーロッパではね、国際法を守ろうとか言ってたアメリカが、なんで日本を攻める時だけ国際法関係ないってなるんでしょうか。同じアメリカですかね。やっぱ日本人は差別されてたんじゃないですかね、同じよ、ね、白人はちょっとこれはできないけど、まあ日本人ならいっかっていうね、まあ多分あったと思いますよ。そうじゃないとおかしいもん。同じ国とは思えないもんね。はい、ということで今日はここまでです。はい、それではこちらチャンネル登録をお願いします。